ダンケルク級戦艦、ダンケルク級戦艦、ダンケルク級戦艦、ダンカーククラスバトルシップは、フランス海軍のちょうど級戦艦の艦級で、ワシントン海軍軍縮条約における大艦建造規定に基づき建造された。本級は、攻撃力、防御力、機動力を高い次元でバランスを取った高速戦艦である。内外には、ナチスドイツの総攻艦、後に、 従順洋館に類別、ドイッチュラント級に対抗するためと懸念された。実際には、磁気主力戦艦への実験艦的意味合いも含まれていたため、旧来の技術にとらわれない以下の自由な設計が投入された。これらの工夫により、走行区画の短縮による軽量化により浮いた重量を、防御装甲の充実と搭載燃料の増加に成功している。走行範囲は、 全長の60%に及び、船体重量の40%を走行重量に当てられた。表向きはポケット戦艦追撃、捜索のための長大な航続能力と十分な防御力が必要とされたが、実際は通称破壊任務の性格も含まれた。また、全球のプロバンス級戦艦までの一般的に戦艦と呼ばれる艦手は、フランス海軍の分類によると、 クイラセ DS キャドリーであるのに対し、本級はクイラセラピデに分類されている。これは、本級が新しいドクトリンの産物であることを示している。クイラセラピデは、高速戦艦とは訳される言葉と解釈して、差し支えない。他国海軍では、いわゆる高速戦艦は俗称であり、正式な監視名として採用した例はないが、本級は唯一の例外と言える。また、 本級はしばしば中型戦艦と呼ばれるが、実際はそれまでフランスが建造した戦艦としては最大である。ただし、米英日各国が保有する最大の戦艦との比較では一回り以上小型である。本級は環境全部に主方島を集中配置したという点で、イギリスのネルソン級を模倣したとされるが、フランスとしては 自国の未成艦のノルマンディ級戦艦を元にした独自の工夫である。実際、ネルソン級の全部集中配置は環境への影響が甚大で三番砲塔を後方に発砲できないという問題を引き起こしたが、本級ではそのような問題は起きていない。船体形状は中央ロー型船体で、クリッパー型艦種の還元は高く、外洋での量な未性能は良好であった。 軽く、視野、乾板の傾斜のついた、監視乾板から本球より新設計の、1931年型33センチメートル、52口径砲を、4連装砲塔に収め、1.2番4、連装手砲塔を、砲塔同士の間隔を空けて、背負い式に2機配置した。2番手砲塔の基部から一段高くなって、上部構造物が始まり、その上に司令塔を組み込んだ。 装ー環境の背後には2段の戦闘環境が上に伸び、戦闘環境の中段の四隅は単小灯台となっており4機が配置され、側面部には対空射撃管制装置が片面2機ずつ計4機配置れた。戦闘環境の上の頂長部には世界的に見ても大型の1 0を、メートル手砲用速挙義が1機、その上に6メートル副砲用速挙義が2機乗る。 これらは独立して別方向に旋回できる。以下、射撃管制に関係する機器などについて述べる。射撃式装置の配置はダンケルクが司令塔上に、ストラスブールは手法即挙儀の前方に配置された。即挙儀を囲むように台形の見張り台があり、四隅には四体の信号ヤードが伸びている。戦闘環境の前側と側面部の壁面には黒い円形の レンジクロックと呼ばれる装置が装着されている。これは、即興儀で敵艦を捕捉した時に射撃砲をイバンから割り出される敵艦の進行方位と射距離を艦内の砲塔要因に知らせる艦内レンジクロックの他に艦隊を組んで砲撃戦を行う際に両艦に進行方位と射距離を長身と単身の向きで知らせるものを考え、レンジクロックである。 第一次大戦中期に開発され、腕木型か時計型かの形状の違いはあれど、第二次大戦前まで列強海軍の主力艦には大抵付けられていた装置である。環境周辺の上部艦板は、主砲からの爆風を比較的受けにくいために艦載艇置き場となっており、東型環境の基部に片弦一基ずつ付いたデリックにより運用された。水面上の艦載艇は、 環境の側面まで吊り上げられ、左右の甲板上に斜めに伸びたレールに乗せられて、原則甲板上に並べられるか、環境と煙突の間の関西低置き場に並べられた。本級の煙突は、ファンネルキャップのついた直立型で、その背後からミズンまでが、甲板一段分高められている。ミズンは一見、環境同様に三段の即居技を載せているように見えるが、下段の二基は、 主砲、副砲強用の6メートル速居ギガが最上部は円形の装甲司令塔で旋回はしない。司令塔の上にシンプルな十字型のマストがズんとして立つ。副砲は新型の1932年型13センチメートル45口径両用砲を採用した。これを砲塔に収めたが特色があり、原則甲板上のものは連装砲塔形式で、 後部甲板上のものは、水ん背後と真横には四、連装砲塔形式後ろ向きに一機ずつで、原則部と後部甲板部で砲塔の形式が違うのは、原則砲も四連装砲塔にすると大型になり、狭いボート乾板をスペース的に圧迫するほか、主砲の正射時に強力な四連装砲の衝撃波を受けて破損する恐れがあったために小型化したのである。後部副砲塔から、 完備部にかけては、水蒸気を運用するスペースとなっており、大型の格納庫と回転式型パルトが一直線に、並び、揚州用クレーンは、左舷側の甲板上に一機が設置され、放線時に複方の社会を狭めないように折りたたみ式となっていた。これらの施設は、複方射撃時の社会を制限するために、本級の発展型の利守流級では改善された。手法は全級。 プロバンス級に採用された1912年型 34cm45 後継砲ではなく、新設計の1931年型 33cm52 後継砲を採用した。これは既存の 34cm 砲では有効射程距離が足らず、また薬室も狭いために当時フランス海軍で研究されていた。 競争薬での近距離での貫通力増大と、砲線距離の延伸化に有効でないためであった。また、33cm という光景は、ドイッチュラント級の 28cm、52光景、砲に対し、砲弾光景にして、2インチ、150mm 上の火力の優位性で十分との判断からであった。その代わり砲身長はこれまでの45光景から7。 後継伸ばされた52後継という長方針により、射程距離の延伸に一役買っている。これを、ノルマン D 級、未成で採用された4連装砲塔に収めた。戦隊中央部に前向きに4連装砲を1機ずつ、砲塔間の間隔を空けて2機8門を配置した。なぜに間隔を空けるかというと、一方の砲塔が被害を受けた時に、隣接された。 もう一機の被害を受けにくくする工夫であった。なお、手砲塔の間隔は無駄にせず、予備機械室のスペースに当てられた。この砲塔の主導力は、フランス戦艦伝統の伝道で、本級の手砲塔は、幅の狭い連想法の砲画を耐火角壁を、挟むように左右に一機ずつ、計二機を配置する得意な構造を持っていたこのため、 四門の手法はのうち二門ずつ砲がに乗せられたために二門ずつ動くが片方の方を上げたままもう片方を下に向けることができた。方針の溶断、溶創薬機構は水平方式を採用しており、砲弾は弾薬庫から創薬は創薬庫から共に水平状態に寝かされて溶断機でバーベット内を上昇し、砲頭下部の乾燥室に送られる安全な機構である。これは 砲弾や装薬を回転させて垂直に、溶弾機で登らせる日米の形式と比べてスペースはかさばるが、溶弾中に衝撃を受けた時の自爆が構造的に起こりがたい利点があった。1910年代の米戦艦には、弾薬庫から砲塔まで砲弾が何度も倒され、ついには一回転する危険度の高いものもあった。旋回角度は、船体守備線方向を零度として一番砲塔が、 左右143度、2番砲塔が左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分2発である。その性能は13インチ砲弾としては重量級に属する重量 560kg の 鉄鋼弾を最大行三35度で4600メートルもの大射程距離まで届かせる能力を得ており、重量急砲弾を高所速で打ち出す性質のため、射程3万メートル台では敵艦の乾板面に、射程2万メートル台では敵艦の原則面に着弾する性質の良い弾道特性を持つ優秀砲である。威力では射程27500メートルで、 原則走行2 9 2トルを射程2 3 0 0 0ルで原則走行3 4 0ト、mm、ルをやすく貫通する高性能を持っていた。第二次世界大戦時の欧州戦において対戦艦戦闘の射程距離が概ね2万メートル台で行われているのを考えれば列強の大抵の戦艦の原則走行を安く抜く能力を持つことがうかがい知れる。 他国の例を見ると、ドイツ海軍は競争薬により砲弾の初速を増し、アメリカ海軍は重量砲弾を低初速で撃つ形式を採用している。砲弾の初速を増すとそれだけ近距離での装甲の貫通能力の向上、射程距離の延伸につながるが、遠距離砲線では逆に貫通力が小さくなる。遠距離砲線では砲弾は上昇から落下に転ずるが、 砲弾の初速が大きい場合は、落下角度は小さくなり、落下に転じた、際の重力による加速が逆に小さくなるからである。砲弾の重量を増せば、当然ながら初速は小さくなり、近距離砲線での貫通力や射程が小さくなる。その一方で落下に転じた、際の加速が大きくなり、遠距離砲線での貫通力が増す。それらと比較すると本級の手法は、 砲弾重量と初速の双方をほどほどに向上させており、近距離砲線と遠距離砲線の双方に対応できるバランスの良いものだった。副砲には後に駆逐艦、ルアルディ級にも採用された1932年型 13cm45 口径砲を採用した。その性能は重量 32.1kg の砲弾を行角45度で、 射程2万800メートルまで、最大行角75度で、最大射光1万2000メートルまで届かせることができた。これを新設計の連想報道と4連想報道に収めた。特筆すべきはこの報道は、世界初の対水上、対空両方ともに使える両用砲あり、後の連合国新型戦艦の設計に強い影響を与えている。 これは方針を行角75度から深く5度まで自在に上下でき、どの角度でも装填ができた。発射速度は毎分10から12発である。これを完全な砲塔形式に収め、前述の通り甲板スペースの問題により16、門中4門を連想砲塔2期に収め、船体中央部、第2甲板に、両弦1機ずつ、残り12門を4連装砲塔3機に収め、 船体後部に後ろ向きに3機を配置した。この配置により、監視方向へは4門、左右方向には10門、完備方向には最大12門が試行できた。装填角度は、不角0度から行角30度の自由角度、装填方式である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていた。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。ただし、本領用法は、対艦用途では、戦艦の複砲としては、火力が十分でなく、対空用途に関しては高速で接近してくる。航空機、急降下爆撃機などに対しては、発射速度が、不しているとみなされた。このため次の利守流級では、弊射法と降格法の組み合わせに戻されている。他に、 両用法の社会をカバーするために落ち着き車税の1933年型 37mm50 口径機関法を採用した。その性能は重量 0.725kg の砲弾を最大行角45度で 7175m まで、最大行角80度で最大車高 5000m まで届かせることができる。この法を連想法画で10機を装備した。 砲画の不行能力は、行角80度、深く10度である。旋回角度は360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分32から42発である。さらに、近接防空火器として同じく落ちきす射精。 1929年型 13.2mm50 口径機銃を4連装砲画で発揮32丁、装備した。艦首はクリッパーバウを採用しておりしのげ波性は高く、2番手砲塔から水蒸気格納庫チューブまでが一段高い中央、戦手楼型を採用しているが、これは波の荒い北、大西洋での作戦公開を考慮したためである。 本級の防御様式は、船体中央部の要所に優先的に装甲を配置する集中防御形式を採用していた。ダンケルクは一番主砲塔から後部副砲塔までの原則水線部の広範囲に、末端部に 125mm 最大で 240mm もの装甲内側22から21度傾斜して張るインナーアーマー様式を採用していた。また、 水平防御は主幹ン部には 115mm から 140mm 装甲が張られ、減速装甲に最上端に接続されたことにより、船内の広範囲を防御できる効率の良い防御様式であった。最上幹板とは別に、旧来の間にあった断片防御幹板は、減速装甲に接する傾斜部分に 40mm 装甲を、 水平部分には 40mm から最大で 50mm の装甲が張られた。対水雷防御として原則壁面の内側にはバルジを設けるインナーバルジ様式を採用して船体抵抗を減じていた。水雷防御隔壁は4枚で、隔壁は6層構造となり、外側の隔壁は艦底部の二重艇と接続されていたが、機関区のみ、 新たに1 8ト、mm、ルから3 0ト、mm、ルの装甲が二重艇に加わせられて、見え艇となって手堅い水雷防御が与えられていた。主砲塔は、排水量から比較して強固で巻いた手は3 6 0ト、mm、ル、側面部には2 5 0ト、mm、ル、後部に3 4 5ト、mm、ル、天井部には1 5 0ト、mm、ルが張られた。主砲塔のバーベットは、 最大で 310mm 走行が貼られた。司令塔は 267mm 走行が貼られた。2番艦のストラスブールは排水量が増加したために全体的に重防御となり、原則水線部には中央部に 283mm、末端部に 125mm 走行が内側に傾斜して貼られた。 主幹パン部には115ミ、mm、リメートルから140ミリメートル装甲が貼られ、その下に断片防御として40ミリメートル装甲が貼られた。主砲塔は前縦は330ミ、mm、リメートル、側面部には250ミリメートル、後部に355ミ、mm、リメートル、天井部には160ミリメートルが貼られた。本級の機関には新設計のインドル式重油戦争水管艦,艦6機と。 ラテュキギヤードタービン4機4軸を組み合わせて最大出力13万3730馬力を発揮し、行使時に最大速力31.5ノットを発揮したが、内外には最大出力は13万馬力で最大速力30ノットと発表された。燃料消費量から計算された後続性能は常備3600トンで15ノットで7500回利を 満載6500トンで17ノットで17500海里を航行できた。機関配置はフランス戦艦伝統の艦室分離配置を本級からさらに進歩させて艦室と機関室が交互に配置されるシフト配置を採用した。構成は環境ましたが大一艦室にあたりインドル式重油戦勝艦2機を配置した。環境と煙突の間が第一機関室で、 外側二軸を推進するパーソンズ式タービン二機がある。煙突直下が第二間室で二機、核壁を隔て第三間室があり、ミズンの直下に第二機間室があり内側軸様式がある。間隔の空いたボイラー室から煙突へは、甲板下で集合した煙時により強制的に廃棄させられた。前述の四方等の間のスペースは、補機室でディーゼル発電機三機があり、 主機関室のタービン発電機を補う。総発電量5 0 0 0ットは当時として、大電量で、常用2 3 0ト電源と手法用、動力4 4 0トを供給した、ヤマト型4 8 0 0ワットバンガード級3 7 2 0ットリシュリュー級6 0 0 0ット1941年、ストラスブールに、 環境上部の信号マスト上に削上の対空レーダーを搭載した。1942年6月から7月にかけての実験中に高度1500メートルで80キロメートル、大水上で10キロメートルの探知距離を得た。アンテナは固定式で右弦前方と左弦後方のものが送信用で各180度のセクターをカバーし、左弦前方と右弦後方のものが その受信用である。サディレーダーとして知られ、後に改良型がリシュリューとジャンバールにも装備された。第二次大戦初頭では、ドイツ装甲艦の追撃作戦や、英仏共同の輸送戦団護衛作戦に参加しており、これらの工夫は無駄ではなかったことを証明している。しかし、1940年6月に、フランスが降伏し、休戦条約を結んでしまったため、 フランス政権の指揮下に入り、最小限の訓練しかできない状況に置かれた。フランス海軍は、万が一、ドイツが、停戦条約を無視して陸軍により、艦隊を接収することができないようにと艦隊の、多数を、植民地軍港に分散したままにしておいた。しかし1940年7月3日に、北アフリカのメルセルケビール港にて停泊中に、英国艦隊の攻撃を受け、 ダンケルク、ダンカークは、中破し、浅瀬に故意に座礁させた。後に、応急処置後に受傷され、英地中海艦隊の紹介網を突き抜けて、トゥーロンにて修理を受けた、同系艦の、ストラスブール。ストラスブールは、軽い損傷を受け消破しつつも脱出に成功し、英地中海艦隊の追撃を振り切って、トゥーロンに帰還し、修理を受け戦線復帰した。この戦いは、 メルセルケビール海戦として知られる。この連合国の占領な行為は、ドイツの手の届くところに、フランス艦隊を置かせたことにより、ドイツが接収の意思があれば実行できる結果に終わった。その後、大きな作戦に参加することもなく、ストラスブールは、ビシーフランス海軍の機関として、両艦と共に沿岸区域で訓練と演習を行っていたが、1942年に、ドイツ軍が、 休戦条約を無視し、接収を仕掛けてきたため、カンドックにて修理中であった、ダンケルクと港湾に停泊していたストラスブールは、両艦と共に自沈してしまった。その後、損傷の軽いストラスブールだけは、イタリア軍によって扶養され、フランスに返還されたが、復旧を恐れる連合国は、アメリカ空軍の爆撃機 B-25 による爆撃隊を差し向けた。この攻撃により、 応急要員もいなかったストラスブールは再度沈没し、戦後に不要後解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。